戸塚区役所通信。今回は戸塚区役所で定期的に実施されている特別相談についてご紹介していただきたいと思います。今回スタジオにお越しいただきましたのは戸塚区役所区政推進課の大島さんです。では最初に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは。戸塚区役所区政推進課広報相談係の大島と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、区役所ではどのような相談を行っているんでしょうか。はい、戸塚区役所では法律相談、交渉相談、行政書士相談、交通事故相談、行政相談の5種類の相談がご利用いただけます。はい、法律相談というのはどのような相談事なんでしょうか。はい、法律相談では日常のお困りごとの問題解決のアドバイスを法の観点で弁護士の方からアドバイスいたします。毎週金曜日の午後1時から午後4時までの間に行っていまして、1回の相談あたり20分間となっています。事前予約制になっているため、相談をご希望の際はお手数ですがお電話か直接区政推進課の窓口においでいただき、ご予約をお願いします。はい、先ほど5種類の相談をということでお話がありましたが、はい、法律相談だけではなくてどの種類の相談ごとにしても、その場ですぐそのご相談に対する回答をいただけるということではなくて、受付というか予約という形になるんでしょうかね。そうですね、毎日そのいずれの相談がもできるというわけではなくて、その専門家の先生方が来る日が決まっているので、その相談を受けるための予約を取っていただくというふうに考えていただくとよろしいかと思います。はい、今抱えている相談がどの種類になるのかっていうのを聞いていただいた方がスムーズかもしれませんね。そうですね、窓口の職員の方がですね、お客様が抱えている相談がどの相談をご利用していただくと解決に結びつくかってことをちょっと考えさせていただいて、この相談がいいですよってことでご紹介をさせていただくようになるかと思います。はい、先ほど5つご紹介していただいた中で交渉相談っていうのがあったんですが、はい、これはどういうことなんですか。はい、交渉相談では遺言やあと契約などの公正証書の作成に関してアドバイスをいただける相談になっています。交渉相談は毎月第3火曜日の午後に実施しています。こちらも法律相談と同様に事前予約制となっていますので、相談を希望される場合はお電話か直接窓口にお越しください。はい、続いて行政書士相談というのはどういった内容が多いんですか。はい、行政書士相談では遺言、相続、成年後見、離婚などの暮らしに必要な届出や書類の作成、そして法人設立や営業に必要な許認可申請の手続き、あるいは入国在留資格、ビザ、国際結婚などの申請手続きについてのご相談をしていただけます。はい、こちらはより我々の生活に身近な感じがしますね。はい、そうですね。はい、行政書士相談はですね、毎月第3水曜日の午前中に行っております。他のご相談と違いまして、ご予約は不要となっていますので、気軽に区役所の方においでいただければと思います。相談は12時までなので、終了の30分前までにお越しいただきますようお願いいたします。はい、ありがとうございます。続いて交通事故相談というのはどのような相談なんでしょうか。はい、交通事故相談では事故を起こしてしまった方、あるいは被害に遭われた方向けに示談の方法や保険金の請求についてアドバイスを行っています。こちらは毎月第2木曜日の午前中と午後に実施しておりまして、ご予約不要でご利用いただけます。なお交通事故相談はお電話でもご相談いただけますので、区政推進課の方にお電話していただければ、はい、先生の方におつなぎするようになります。続きまして行政相談、これはどのような種類の相談なんでしょうか。はい、行政相談では国や特殊法人に関する業務についてご相談いただけるものです。例えば国道のことや社会保険、医療制度などは国の所管事項になりますので、行政相談でご相談いただける内容になっています。こちらは毎月第1水曜日の午後に
予約不要でご相談いただけます。はい、ありがとうございます。区役所では様々な相談を行っていらっしゃるわけなんですね。ちなみにまあこれだけ相談事がありますと、法律相談はとても人気があってなかなか相談予約取れないとか、そういったこともあるんですか？はい、実は大体ですね、法律相談の方がご予約が1ヶ月先になってしまうことが多いので、大変皆様にご迷惑をおかけしているような状況です。しかしご相談の内容によっては、法律相談ではなくても他の相談ですね、先ほどご紹介させていただいた交渉相談や行政書士相談などでもご相談いただける場合がございますので、皆さんにもぜひ他の種類のご相談もご活用いただけたらと思います。例えばですね、相続や遺言についてご相談されたい場合、もちろん弁護士の先生による法律相談でもご相談いただけるんですけども、内容によっては交渉相談や行政書士相談でもご相談いただけますので、よろしくお願いいたします。はい、1ヶ月待ちということですので、内容によっては法律相談だけではなくて交渉相談、行政書士相談など他の相談もご活用いただけるわけですね。はい、いずれの相談もですね、無料ですので、お困りごとのある際はぜひご活用いただけたらと思います。あとは区役所だけではなく、関内駅の方にございます横浜市役所や、あと横浜駅の近くにですね、神奈川県の相談窓口もございますので、そちらの法律相談などもご利用いただければ、はい、早めにご相談いただける場合もございますので、そちらの相談もぜひ利用してください。はい、ありがとうございます。特別相談を受けたい場合なんですが、先ほどご予約とかお電話でお問い合わせという話があったんですが、どちらに連絡すればよろしいですか？はい、特別相談のですね、ご予約や相談の詳細についてお聞きになりたい場合は、窓口がですね、まず戸塚区役所の9階の93番窓口、区政推進課広報相談係でお伺いしております。でお電話でもお問い合わせいただけますので、お電話番号の方を申し上げます。番号が 045-866-8321 です。はい、045-866-8321 までお願いいたします。はい、法律相談以外にも毎年、冬頃になりますと法律講座を行っているという話をお聞きしたんですが、はい、戸塚区役所では毎年区役所の会議室で府民の方から多く相談が寄せられる事柄をテーマにした法律講座という講演会を行っています。今までも成年後見制度や遺産分割、遺言状の書き方などをテーマにして、区民の皆様からも大変好評を得ております。今年も実施する予定ですので、また実施が近くなりましたら、詳細について広報横浜戸塚区版や戸塚区役所のホームページの方でもお知らせさせていただきますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。大体毎年どのぐらいの時期なんですか、冬頃というのは？はい、今年もそうだったんですけども、大体11月頃にやっております。でこちらも参加は無料になってますので、お気軽に、はい、ぜひご参加いただけたら嬉しく思います。はい、ありがとうございます。ぜひラジオ機の皆さんも何かお困りのこととか気になることありましたら、区役所の特別相談並びに法律講座の方をご活用いただければと思います。ということで、今回の戸塚区役所通信には戸塚区役所区政推進課の大島さんにお越しいただきまして、区役所で行っております特別相談についてご紹介をしていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。